事件と呼ぶようなことが起きたと。で、その2020年3月の時には社,社債の発行が止まって、<noise> 破綻に伴うコストは国民負担ではなく、最終的には保険業界の責任負担で行うべきであり、<noise> えー、大門です。 これ、3月15日の日経新聞ですが、いろいろ背景はあるんですけれども、保険会社がですねかなりリスクの高い資産の保有を増やしているということを、FRB がですね指摘しているということを報じた記事であります。格付けの低い社債なども買っておりますので、今後、金利上昇による価格下落とか大きな損失が出る可能性があるわけなんですけれども、そういう リスク資産に投資を増やしているということでありますで、まあ、背景にはです、ね、この記事にもありますけれど国債だけでは運用利回りが高まらないとだからまあリスク投資せざるを得ないあったのかもわかりませんがそうは言ってもです、ね、政府の資本の11倍台にまで,です、ね、レバレッジで膨らましているとでこのレバレッジはリーマンショック以降最高に膨らんでいるということで、えー、国債のだけでは運用利回り が高まらないという理由を超えてですね、かなりも。 こうのリスク投資にのめり込んでるんではないかというふうに思います。そういう中でまたこの今回の改正で政府補助を延長するというようなことは本当にあのこの法案は最初から私たちはあの業界のモラルハザード自己的な規律を失わせつです、ね、モラルハザードを生むんじゃないかと言ってまいりましたけど今ここまで危ないところに自らですねのめり込んでると思うとこういうやっぱり政府補助があの よくない役割を果たしてるんじゃないかと思いますが、金融庁、栗田監督局長あのご指摘の記事につきましては、昨年11月に米国の FRB が公表いたしました金融安定報告におきまして、米国の生命保険会社が CLO 等のリスクが高い資産への投資の割合を増加させているという内容のものであると承知をしております。 まあね、あの日本の生命保険会社は、この超長期の保険負債に対応するために、日本国債を中心とした運用を行っておりまして、CLO といったようなあのリスクの非常に高い資産での運用は限定的であるというふうに承知をしております日本も、そのリスクの高いところを増やしているというのは無事とありますので、その点を申し上げているわけでございます。 リーマンショックのあと、ねえー、やっぱりリスク投資への厳しい監視、規制の流れが強まったんですけれど、この間、次第にですねちょっと緊張感が薄れていってるんではないかというのが、あの前金融庁長官の日見野さんが、ですね金融財政事情にコラムを書かれておりまして、大変あの参考になるコラムだと思って読みました、3月事件の後始末と書かれておりますが、要するにあの2020年3月、 ですね、コロナの感染拡大で、市場参加者がこうパニックに陥って、えー、3月の中旬以降ですかね、えー、安全資産のはずの米国債とか金とか、円とか、あ円を売って、アメリカのドルの現金に現金に換金しようとしたという現象ですね、いわゆるあの市場型の取り付け、ダッシュ・フォー・キャッシュということですね。 そういうまあちょっと事件と呼ぶようなことが起きたと、でその2020年3月の時には社、社債の発行が止まって、ファンドのですね償還資金もそこを突きかけるというようなことまでいって、これに対して FRB は機敏に対応して、2か月で300兆円ですかね、のマネーを市場にぶち込んだということで、まあ、あの混乱を収めたということが書かれております。問題はささんが紹介されているの はですね、まあ、このことを通じて、世界の金融当局の間で論争が起きていることを紹介されております、えー、記事をちょっと読みますと、このお2020年3月の、えー、市場型の取り付け騒ぎですね、脱資法キャッシュが起きた後ですね、世界の金融当局ではずっと論争が続いていると、多くの中央銀行は、えーまあ、この3月事件と呼ばれるようなことで、例外的な対応がですね今後も繰り返されるようなことがあってはならないと。でしかも 今は金融資産の半分は銀行じゃなくてファンドなどのノンバンクセンターにあるんだから二度とこういう資金繰りで,ですね問題を起こさないように世界共通の規制を導入すべきだという。 中央銀行の意見があがああるると主張一方ですね多くの資本市場当局は、えー、そうじゃなくって、えー、そんなことはもう中央銀行で対応しろとそんなことがあったらですねで市場を規制するなというようなあ一方のこう論があると。 いうことが、この3月受験以降、えー、世界の中央銀行と資本市場当局との間の論争があ,あるということが書かれておりまして、これやっぱり、あのー、リーマンショックの後いろんなことありましたけれど、えー、このコロナの通じてのパニックとか、通じて新たなですね、えー、段階での 規制が必要、あるいは必要じゃないとい議論がですね起きていると思うんですけれど、こういう議論があることそのもの日本の金融庁はどのように捉えておられますか金融庁総合政策局、荒泉審議官ただいま委員ご指摘のとおり、2020年3月の市場の混乱を受けまして、金融システムの安定、それから金融市場機能の発揮との関係をどのように考えるか。 この件について国際的な金融規制の課題として議論されているものと認識しておりますでこの点金融庁といたしましては金融システムの安定を維持しつつノンバンクセクターがその役割を適切に発揮されるするようにするためには国際的に共有されて一定の目線に沿って でえー、他方で各国の市場の特性、あるいはノンバンクセクターの役割の違い、えー、などを踏まえた規制監督を行うことが重要だと考えております、まあ、そういう認識を、ね、あの深めていただきたいと思うんですけれども、とにかく氷見野さんがあ前金融庁長官がです、ね、指摘されているように、まあ、今やファンド、まあ、ノンバンクセクターですかね、があ金融資産の半分を持っているという状況ですので、 この状況に対応した中央銀行や金融当局の政策が求められますし、あのやっぱりこの2020年のこのときはです、ね、3月のときはあの、国際市場も不安定化、株が暴落しただけでなくって、国際市場も不安定化して、でえー、そこに、えー、ノンバンクセクター、あまあ、シャドーバンクとも言いますけれど、非常にいろんな動きをしたと。 というのがあるわけですねで日本でも同様の問題が起きたということは、この短期水準による国債の急速な売却、金利の高騰が起きたということは、日銀のスタッフもですね、えーの、一昨年8月に発表した論文で指摘をされているところでございます。で、私も4年前にあのこの委員会であの、日本国債をめぐる、これは海外ですけど、のヘッジファンドがですね、投機的なあの空売りも含めて、いろんな仕掛けをして、こうあのねわまあ、悪さをしたといいますかね、ということを、あの。 指摘いたしましたけれど、まそういう可能、そういうことがどん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 起きる可能性が強まって。 日本銀行がこの前あの差し値オペ、えー、開,始され開始して金利の上昇を抑えようということなんでしょうけどもなかなかあの世界の流れがありますんでそう簡単にはいかないと思いますがこの金利の上昇とかですね国債価格がこう下落するというかそういう瞬間とかですね、えー、そういう隙間を狙って、えー、仕掛けてくるのがヘッジファンドというのはもう世界の常識でありますのでやはりきちっと警戒も監視もしておく必要があます。 必要があると思うんですよね本法案に反対の討論を行います破綻に伴うコストは国民負担ではなく最終的には保険業界の責任負担で行うべきであり業界にはその体力も十分にありますしたがって政府補助の仕組みは必要ありませんにもかかわらず政府の補助制度を用意し延長することは 業界の自己規律の確立を阻害し、モラルハザードを助長するだけです。今求められていることは、まず保険会社、業界自身にリスク管理をきちんとさせることです。そんなときに政府補助制度を延長することは、業界のリスク管理意識を弱めるだけで必要はありません。以上のことから本法、本法案に反対をいたします。 他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。保険業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り、確実すべきものと決定いたしました。 なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご意議ございませんか、ご意議がないと認め、作用決定をいたします本日はこれにて散会いたします。